おはようございます。釣り子 TV です。レイドジャパンの新作ルアーラッシュが止まらないですね。これ、エグチャンク41っていうことで、一つ買うことができたので、ね、これ、ちょっとね、気になっていたワームなんですよね。まあ、ジグのトレーラーにしてバタンバタン動かしたらめっちゃ釣れそうだよななんて思って、結構ね、そういう釣りが好きなので、まあ出たらね、一袋買いたいななんて思っていたんですけども、このね、スカッパノン系のね、好きな色を買うことができたので、早速ね、どんなルアーか見ていきたいと思います。じゃあね、開けていきます。まあパッケージはね、いつものレイドジャパンといった感じですが、はい。こういう感じで、じゃじゃーん。あー、なんかすごい感じですね、これね。すごい手にずっしりきますね、これ。まず第一印象として、薄いんだけど、このね、ずっしりの感じ。これは、面白そうだなー。ね、あで結構ペランペランで、ね、ここの付け根のところとか強度がないっていう感じではないんですけども、結構極力ね薄くつなぎ目のところ仕上げてるなっていう感じで、で見ていくとお腹のところにはこの空気をホールドしてくれそうな、なんていうかリブあって、で真ん中のところにそのリブが配置されていないので、まあ、そこを薄くキープしてフッキングとかをね良好に保とうっていう、そんな感じのデザインかなってね。こっち側を見ても真ん中のところはねちょっとねザリガニ風なデザインを模していて、それがへこみになっていて、こう針先とかをちょっとね、なんだろう、リーダーレスダウンショットとかする時とかに、ちょっと隠しやすそうなね、そんなデザインになっていて、でこういうチャンク系のワームってボディがあって手があって以上って感じなんですけど、この細かいプルプルのね足がいっぱいついているね。こうね下に落ちていく時もこの後ろの足がアピールしてくれそうだし、はたまたこうちょっと、違う動きをする時にこの逆向きをしたね足がまた何か動き続けてくれそうだしっていうね、そんな足がねついているね。でだいぶね平ったい感じですね。これによってそうですね、ラバージグにつけた時に何だろう、中層のレンジコントロールっていうんですかね、レンジキープ力っていうんですかね、そういうのが非常にやりやすそうだなっていう、そういうバランスなんじゃないかななんてね、思います。結構ねこういうねワームね、好きなんで、ノリーズのやつとか、あとはケイテックのやつとか、いろいろね、各メーカーアイデア満載のやつが出てますけども、レイドジャパンでね、特に江口さんとかこれ関わってるんじゃないかなと思うんですけども、そこら辺の、トーナメンターがこういう感じって作ったっていうようなのがね端々に感じられるなっていうね、そういう印象があります。で一番特徴的なのがこの手の部分ですかね。この内側がすごい薄くなっているんですけども、外側にこうリブがありつつ、反対側から見るとこんな感じで肉厚肉厚肉厚で、もうねここの指先だけ乗せるだけで、あ、かなりの重量感があるなっていうのがね、もうねこの手の先のところ、うん、こうペタンペタンね、なんつうのかな、重さが伝わってくる、そういう重さがあるんですよ。これが多分水中に入ってビタンビタンね水をかき回すことによってね、魚を遠くから寄せるような、そういうアピール力になるんじゃないかな、ね、で重い重いってるんで、ちょっと早速ね重さですね、うん、何グラムぐらいあるのか測っておきたいと思います。レイドジャパンのですねエグチャンク、ね、これは何グラムでしょうか。あー16グラムある、ね、
ね。だからこれ8分の3オンスのラバージグとか2分の1オンスのラバージグにつけたらトータルでね結構な重さもキープできるので、遠投して一気に広範囲にねこうバタンバタンバタバタアピールして泳がすっていうのもね広範囲に一気に炸れそうだなっていうのもあるし、あとは、こういう細かいパーツはいっぱいついてるんですけどボディ自体にこれだけ重さがあるんでリーダーレスダウンショットとかで組んだ時とかにね、このボディの重さも相まってズルってねビフテキとかねなんかテキサスリグとかそういうのでもストッパーをつけて使った場合とか結構ズルってねカバーの中に入ってくれそうだな。でカバーの中に入ったらこうビラン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 でこういう感じですかねカバーの裏側でね誘っているだけでなんかガバってね食ってくれそうじゃないかななんていう風にね、感じます。で出しどころなんですけど、まあ、自分の行く房総のリザーバーとかで考えるとあもう今ぐらいの時期からですよね。あのジグストがなんかやたら効くね、そんな時期に投入したいなと思って、通常だとあのブルフラットとか あとはなんだろうポークとかそういったのをトレーラーにつけてね、で中層を泳がして難攻不落のフラフラ泳ぐようなバスを寄せて食わすっていう、ね、そういう釣りが得意になってくるんですが、まさにそれのトレーラーでね使いたいなっていうのがあって、で 3.5 インチと4インチってスタンバイしてるみたいなんですけども、まずね4インチが手に入ることができたんで、まさにちょっとね関東だとどうでしょう大きいかななんて印象あるかもしれないんですけども、ブルフラットの 4.8 とかもねめちゃくちゃよく釣れるって考えると4インチでこういうシルエットをねまさに食わせやすいボリューム感じゃないかななんていう風にね、感じてます。ポークをね投げるタイミングねそんな時にも使いたいなって思っていて、で豚側のねポーク結構これから暑い時期ね、ちゃんと管理していないと、まあ、例えばカピカピにねちょっと乾いてしまったりとかそういったことが ある場合もあるんですけども、そんな時にこういうねワーム素材でポークのようなねこのバシッバシッとね、柔らかくアピールしてくれそうなこの感じであれば、ね、ポークの代わりにつけてラバージグのトレーラーにねそれでバタバタ泳がせる、ね、そんな使い方なんかもねすごいしやすいんじゃないかなね。であとね最近ねあの先輩となんでポークが釣れんのかねなんていうねお話をしていたりして、でなんかある一定のねこうだから釣れるんじゃないかっていうね見解があって何っちゅう話でもないんですけどね、まあ例えばこれ別にベイトフィッシュには見えないじゃないですか。だからまあ印象としてはまあザリガニを模してますよね。うん、まあでもねザリガニってそんな中層泳いでないですよね。じゃあこれなんでやたらよく釣れんだけどなんで釣れんのかなってね、まあそこら辺ねなんとなくまあこうじゃないかっていう印象があって、でまあ聞いて納得だったんですけど、まあこれはねそのうちまたどんどんね釣り込んでいって、そんでねこれってのが見えてきたらまたねあのお話ししていきたいなと思うんですけど、例えばブルフラットをつけたらどちらかっつうとまあギルとか小舟とかをイミテートして、でパスに口を使わしてるななんて印象があるんですけども、この感じこの色とか、まあ、この感じじゃないとねえっていうね一つあれがあって、まあそんな感じをイメージしてねちょっとどんどん投げ込んでいこうかななんていうふうにはね考えております。何にしても聞くのはちょうど8月9月10月ぐらいじゃないかななんていうふうに思っているので、そこら辺のタイミングでねこのね今日アピールな感じのねまあねこう対になってこうやってね足があるこういうものをバシバシ投げていこうかな、カバーの中もしくはオープンウォーターの中層ね、そんなところで絶対これ効くでしょっていうねなんかね、確信めいた感じがあるルアーなので、早速で釣り場に持って行ってねどんどん投げていきたいななんていうふうに思います。であのレイドジャパンでものすごい分かりやすいねあの説明
明の動画事前に出ていますので、まあそれなんか見てきたんですけども、比較的重さのあるリグ全般に効くよなんていう風にね、解説されてましたね。だからラバージグのトレーラーリーダーレス、ダウンショットのトレーラーテキサス、フットボールヘッド、はたまたチャターのトレーラーとかね、そんな感じでヘッドに重さのあるリグ全般に向いているっていうことなので、この後ね、水中でどんな動きするのかね、自分の勉強も含めてね、ちょっと撮影しながら泳がしてみようかななんて思いますので、まあそちらもね、なるべく早くね編集してね、こんな動きしてましたよなんてね、ご紹介していければななんていうふうに思うんですけど、まずはどんな感じのルアーなんだろうってね、こう開封してみてね、ちょっといじってみましたが、結構ね想像以上に、これ良さそうなんじゃないかななんていう風に感じるね、そんなワームでございます。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、レイドジャパンね、新作ルアーラッシュの中からね出てきた、エグチャンク、これをね、開封してみたいって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。